右だけ、左だけめっちゃ綺麗だ。本当だ。だから事故車みたいな。これ自分でやったの？あ、そうです。空割りも全部。これ3年間外に置いてあって、もうまっきっきりだったやつ。それを磨いたんだ。そうです。空割りしてインナーも磨いて全部やりました。あ、すごいね。すごい、でも本当めちゃめちゃ綺麗な。だから今度はフォークとかもやんないと、今度バランスが悪いんです。ヘッドライトだけ綺麗、フォークが黄ばんでるんじゃん。バランスが悪いので、今日の朝までやってますから。全部分解しました、これ。あ、バンバン取らない。えらい。でもバンバン取らなくていいのはいいよね。取らないです。取らなくても、だからここの中の落ちるっていうんですかね。落ちるで、水が入らないようになって、中入って、LED になるっていうのは、20コック。スートのやつだったりする。そう、もともとはそうですね。それを好みに。で、あとフェンダーのウィンカーズ、あれもスムージングされてないんですよ。本当はついてます、ね。本当はついてる。まあここで代用してるというか。最初こんなんですよ。ひどかったっすね。傷だらけで。こんなんです。これはやばいな。これからああなったんです。あ、でこれを全然違うね。これを削って、うん、削ってこんなに変わるんです。あ、いや、これ今足付け状態ですね。あ、じゃあやるんですね。やります。今度こっちって感じです。あ、だから、あれトロフィー持ってこない。あ、持ってきてなかった。そうなんですか。持ってくればよかった。優勝でしょ、キックボクシング。でも今回苦戦しました。あ、本当。やっぱ身長高いし、しかも右利きのサンスポーだったんで、相手がえぐいえぐい。だから相手が大振りになってくれたんで、こっちはコンパクトに打って、最後左フックで倒しました。調子はいいですか、20は。今はもう全然調子いいですよ。最高じゃないですか。だからスロットルボディをまた掃除しないとダメですね。ちょっと吹けが悪いです。あ、吹けが悪い。拡張してるんで周りが悪い。あの、埃が、空気が入り込む量が多いじゃないですか、うん、はいはい。だからそれで多分メズになってもいいです。ちょっと悪いですね、レスポンスが。あれですか、1000回転ぐらいまでがちょうどいいよ。いい音じゃないか。でもちょっと吹きが、じゃあスロットルボディの今度は掃除、掃除あたりね。だから一個一個やんないと終わらないので、うん、まあそうですよ。あれもこれもってやっちゃうとごちゃ混ぜになって適当になっちゃうので、一気にはできないですからね。そうですね。キックボクサーが愛するセルシオってことで。そうですね。あ、ありがとうございました。あ、いいすいません、ね、すいません。だからこことかもちょっとだけ、まあラベルっすけど、ラベルつけて。で、貼ってありますよね。貼ったっすよ。これ自分で？あ、そうです。こういうの売ってるんですか？はい。あ、売ってました。700円ぐらい。まあでもね、気分で変わりますよね。そうですね。いや、いいっすね。貴重なお車ですね、これは。もう最終的にはもうオールペン。オールペンね。で、ここの純正だと、へこみあるじゃないですか。うん。この、これを縦で平らに、平らにして、あ、ちょっとハーフエアロっぽい。あ、低く見えるかもしれないね。なんか、あ、そうですね。そこもっとするようになるかもしれない。もういいです、これ擦れちゃって壊れます。
うん。